エレナとリコがナイツウーブーフォーチュンになってようやくことが落ち着いてきたある日、エルミーナは先日の血の誠実の真実の調査でアンダー卿が言っていたことを気にしていた。カーライン・マインハルトか、彼とは昔の同志だったわ。そうしてエルミーナはアンダー卿から話を聞く機会を伺っていた。アンガー卿、何かしら。先日アンガー卿はカーラインのことを知っているとおっしゃっていましたよね。あ、それね。アンガー卿、話す必要なんてないわ。他の誰かに話すことでもないし、あの人のことを思い出すと後悔しかないし、あなたがずっと気にしていたのは分かっていたわ。けれどあなたが知る必要はないわ。そうだとしても私には権利があります。それを持ち出してくるとは思っていなかったわ。いいわ、あなたがエルスタル聖教として目のを下したのなら私はそれに従う義務があるわね。今思えばこの秘密を共有するのはエルミーナだけではないわね。なんていうのはおかしいとは分かってはいるけれど、こうなったら仕方ないからあなたにも教えてあげるわ。これは私がまだエルスタル聖国のことやナイツ・オブ・フォーチュンのことを知らない頃の話よ。この頃の私は結構やんちゃしててね、いろいろなことに興味を持っては何でもかんでもやっちゃっていたわ。そんな私はある日町にやってきた歴史研究者に声をかけられて、その人の手伝いをする日々を送っていたわ。お兄ちゃん、今日も来たよ。ふふ、よく来てくれたね、アン。アンは昔の私のあだ名よ。お兄ちゃん、カーラインがアンガーだと可愛くないからって可愛く呼ぶようにしていたのよ。今日も遊んでくれるんだよね。ああ、うん、それじゃ今日はこれを頼むね。分かったよ。そうやって冒険みたいなことをしては遊んでもらって、いろいろと優しくしてくれていたわね。でもこの時の私はやっていることの善悪を判断できていなかったのもあって、ことあるごとにいろいろな人から怒られていたわね。この時の私はお兄ちゃんが全てっていう感じで、彼の生き方に憧れもしたし、彼の格好も真似たりもしたわ。そんな彼を何の疑いもせずに付き従い、そして忠誠もした。彼はいろいろなところへ連れて行ってくれたわ。親や町の人には内緒で町の外にも行ったわ。一度か二度だったけど、外国にも連れて行ってくれたわね。そんな楽しかった日々が突然嫌な思い出にさせられるだなんて、この時の私には知る由もなかったわ。なんか怖いよ、お兄ちゃん。大丈夫だよ、アン、いつも通りだよ。でも、最近、お注射が多い。大丈夫だって、僕が間違ったことをしているかな。そこは信じているよ。それならお兄ちゃんに任せてね。それに、お薬は今日で最後だからね。本当？本当に？ああ、本当だよ。これで全てが揃うよ。私が私でなくなりそうだった。思考が止まり、体を動かすこともできなかった。でも、うつろな意識や鈍りつつある感覚の中で感じられたこともあった。彼はいつの間にか服を脱いでいて、私の服も脱がしていた。その後に私の全身を触っていき、私の中に何かをしたような気がした。その時の私は、もはや恐怖の感情すら壊されていたんだと思う。私は彼のすべてを受け入れて、彼の思い通りになっていた。カーラインの目的は、別れた時に彼から聞かされたわ。当時の彼は、純粋な力と心を持った子供を兵器にしようと幾度も研究していたわ。兵器ですか。最終的には何をしたかったのかは分からなかったけど、カーラインはきっとインペリアルカードの存在と使い方をいち早く知ったのでしょうね。え、インペリアルカードってナイツ・オブ・フォーチュンが結成されてから見つかったものだったのでは？
それは合っているわよ。皮肉にも、インペリアルカードがナイツ・オブ・フォーチュンにもたらされたのは、カーラインによるものなのよ。そうなんですか。カタフラクト計画。それが私のような境遇を持った子が多く生まれることになるなんてね。つまり、その計画の実質の第一実験体が私なのよ。まさか、そのようなことが。でも、ハンガー卿は、サワとでもなければ、元から素質を持っているんですよね。私は、確かに、サードではないわよ。でも、素質は持っていても、サードのようにはならないわね。私の力は、カーラインによって後天的に与えられたものよ。子供の頃に精神操作の薬を混ぜられて注射されていたなんて思いもしなかったんだけどね。精神操作で思い通りに操れるようにして、素質があったらインペリアルカードを使っていろいろな実験と研究を行っていた、ということなのですね。カーラインもそうですが、カタフラット計画、というものも非人道的なものでしたか。そうね。それが数年前まで続いていたのだから、とても恐ろしいものよね。それを、カーラインの思うがままにして認めてきた私たちも恐ろしいものね。君とはもう満足のいく結果が得られた。だから、これからは君の思う自由で生きればいいよ。そう言って彼は私を捨てて、研究を続けていたのを知らずにいたなんてね。それは仕方ないことですよ。陛下や最初、アイリス卿が認めていたのなら、私たちに止めることはできないですよ。それに、カンガー卿や私がナイツをグーフォーチュンとして騎士を賜ったのは5年前のことなので、実情すら把握できていなくて当然のことですよ。そう。よね。アンガー卿はこの時に、もし、彼と再会することがあればちゃんと問いただそう、と心に決めたのであった。あら、昼食を取りに来ていたはずなのに、いつの間にか夜になっているわね。あ、本当ですね。さすがにこれ以上はお店に失礼なので、すぐに出ましょうか。そして二人は、店員の表情を伺いながらそそくさと会計を済ませて店から出たのであった。